ようこそ。 FM ギノワン占いの前、この時間は 79.7MHz FM ギノワンより、今週のあなたが幸せに暮らせるかもしれないアドバイスをお届けします。占い師は週替わりで登場します。今週の占い師は私、めぐりんの今日は調味料と恋愛占いをお届けしたいと思います。お楽しみに。では星座で占っていきます。まずはじめにお羊座のあなた、穏やかな運気に明るい希望が見える週、好きな人からの忙しい近々会おうという言葉を信じて待とうと思えそうです。意中の人とは連絡がつながりやすくなるなど、縁のプラグが太くなるとき、リラックスな雰囲気の語らいがお互いの会いたい気持ちをそっと結ぶ時期です。ラッキー調味料はハーブソルト。続いてお牛座、お牛座のあなたは関係の今後が不安定に見えて迷いが多いとき、動いた方がいいのか相手の行動を待つべきかを考えるとモヤモヤしそう。相手に気持ちをストレートに聞くのが一番です。ただ聞けるような雰囲気ではない場合は、こちらから追うより相手からの出方を待つと好きな人の本音が見えそう。ラッキー調味料はお味噌。続いて双子座、双子座のあなたは変化のサイクルです。イメージチェンジや出会いを探す場所を変えたり、二人の関係のフォームを変えたくなりそう。この時期の変化が状況や気分を上昇させそうです。自分の願った方向にシフトチェンジすると流れがスムーズになります。また出会いや進展が起きやすくなる暗示も。ラッキー調味料はリンゴ酢。続いて蟹座のあなた、心が急接近。片思い中の人は好きな人から距離を縮めてくるか、あなたの気持ちを知って相手がいい返事をする可能性があります。カップルの人は相手の愛情や二人の関係を大切にしてくれているという気持ちを感じそう。お互いの気持ちが響き合って二人三脚で進める星回り。ラッキー調味料はお砂糖です。次に獅子座のあなた、獅子座の方は心に深く入ってこない好きな人に対してこちらに興味がないのかなと思うこともありそうです。相手が奥手なのか、あなたからもう一歩踏み込んでくれたらもっと踏み込めると思っているのかも。関係の目に見えない壁を取り除くために話したり、関係のシチュエーションを変えることが良さそうです。ラッキー調味料は濃い口醤油。次に乙女座のあなた、乙女座の方はフランクな雰囲気から仲が進展へ。友達関係になってから次第に恋愛感情が生まれそうです。出会ってすぐに恋愛が始まる恋もあるけれど、この期間はゆっくり仲が深まりそう。片思い中の人は信頼がキーワードです。フランクな態度が意中の人から好印象を持たれる兆し。ラッキー調味料は
カレー粉。続いて天秤座のあなた。天秤座の方はカップルの方、関係は、関係の背景や環境を配慮したり、お互いにわがままは言わないとき、お互いに信頼して感情論でぶつかり合うこともない週です。近しい相手だからこそ節度を保って良好な関係を築いていけそう。片思い中の人は進展のきっかけはあなたから巻くのがいいとき、恋愛や、失礼しました、連絡や会う機会を作ってください。ラッキー調味料はウスターソースです。次にサソリ座のあなた。サソリ座の方は、周りの人の意見や助言との向き合い方が鍵に。望む方向に背中を押してくれる人や、あるいは状況全体を冷静に見た方がいい、慎重に進んだ方がいいという人もいて、どんな選択をするのがいいのか戸惑うことも。複数の意見を取り入れて混乱したら、ここまで聞いた助言を リセットするのも必要に。ラッキー調味料は豆板醤です。続いて射手座のあなた。出会いはすでに知り合いの異性との関係が恋になるかも。謎めいた雰囲気の人や気になる態度を取ってくる人から心を揺さぶられそう。ただこの時期の縁は三角関係も含まれている兆しが。相手側にパートナーがいる状態でこちらにアプローチしてくる可能性があるので注意です。ラッキー調味料はケチャップ。続いてヤギ座のあなた。出会いが華やぐサイクル。初めて会った時にこの相手と付き合うかも、この人と結婚するのかもという予感を感じたり、初対面なのにすごく話がしやすい相手が本命候補になるかも。好きな人とはロマンチックな雰囲気に浸れるデートにつきが、仲が盛り上がりそうです。ラッキー調味料は塩麹。次に水瓶座のあなた。運気が安定してコンスタントな恋ができそう。気になる人との仲がいい感じになる。順調な交際が続くという風に、流れのある安定感が続くとき、ナチュラルな雰囲気が周りの人に愛されそう。フリーの方は仕事や趣味の仲間に恋の兆しが、相手からプッシュされるかもしれません。ラッキー調味料はマヨネーズ。最後に魚座のあなた。片思い中の人は相手から誘いがありそうです。数人で遊ぶ話かデートかはわからないけれど、好きな人があなたに会いたい、喜ばせたいという気持ちがある様子です。フリーの方はプライベートで出会いがありそう。共通の楽しみが多い異性と仲が深まりそう。音楽または飲食の好みが似ている人かも。ラッキー調味料はみりんです。皆さんどうでしたでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第。本職ではないので当たらなかったなどの苦情は一切受け付けておりません。なるほどねぐらいでお聞きください。それでは素敵な1週間をお過ごしください。また来週。